八代あかねです。今日ご紹介するのはこちら、じゃーん、5サプライズミニブランズディズニーストアエディション第2弾イエーイ。以前こちらのミニブランズディズニーストアエディション1回開封しているんですけれども、めちゃくちゃ可愛かったのでリベンジ回となります。前回出ているのがこのチェックがついているレアとか、あとノーマルですね。今回はなるべく前回と被らず網羅していきたいなと思っておりますので、気合を入れて開けていきましょう。前回も6個開けまして、なんとこちら1つレアが出ております。まだ前回の動画見てない方はぜひ概要欄から前回の動画に飛んでみてください。それでは開けていきましょう。リベンジ回はね、もう被っても致し方ない部分はあるんですけれども、なるべく被らずに網羅したい。いきます。記念すべき1個目。お、これは雰囲気的にシェルフな気がしますね。いきます。えい、あ、前回と違う形のシェルフですね。めっちゃパーツがあります。すごい。それではこちら組み立ててきます。組み立てた姿がこちら、じゃーん。前回出ているシェルフと違う種類のシェルフで、こちらで2種類揃いましたね。やったー。このシェルフはこんな感じで幅を広げることもできるので、すごい便利だと思います。そしてね、このトップのディズニーのロゴがいいですね。お店屋さんだ。さあ、それでは2個目いきます。おいしょ。おっと、前回もなんか同じ順番、シェルフの次にこれで出た気がします。スターウォーズのファルコン号ですね。スターウォーズトイボックスのシリーズになります。いきなり被ってしまった。さあ1つ目。えい、お、これは新しい。嬉しいですね。ラプンツェルのフィギュアになります。かわいい。パッケージも最高ですね。よし、初めてのものが出てくれるとテンション上がります。さあ4つ目。おっと、え、あー、びっくりした。一つのケースの中に2個被ることってあるのかなと思ったんですけど、なんとフリンライダーですね。すごい。まあ、この下のパッケージだけ見て同じラプンツェルかと思ったんですけど、なんとカップルでした。フリンライダーちょっと首がなくなっているんですがやっぱペアで来ると嬉しいですね。一つのパッケージでペアが揃うこともあるんですね。嬉しい。さあ1カプセル目最後いきます。じゃん。お、ラインナップと、これも新しい。嬉しいです。なんとアリエルの子供の頃のフィギュアですね。前回出てないのですごい嬉しい。アリエルディズニーの中でめちゃくちゃ好きなんですよ。歌がいいですよね。最高。さあどんどんいきます。2カプセル目いきます。すんごい硬いのがある。さあ硬かったので開けてきました。いきます、せーの、えい。おお、これはアベンジャーズのイーグルアイかな。イーグルアイの弓矢ですね。多分後ろにこれ説明書いてあるんですが、文字が小さすぎてちょっと読めませんでも確かこう弓矢持ってたのってイーグルアイっていうキャラクターだった気がするんですけど、合ってるかなそしてラインナップですね。さあ2個目。えい、お、新しい。これはトイストーリーの馬ですね。ブルッシーっていうんですか、名前知らなかったんですけど、すごい結構立派な馬になってます。前回ね、ウッディもジェシーも出てるので嬉しいですね。さあ3つ目。おー、これも新しい。はあ、嬉しい。アナ雪のエルサですね。エルサちょっと顔がひょっとこみたいになってるんですけどまあね、小さいフィギュアなので致し方ない。パッケージはめっちゃ素敵です。結構ね、この5ミニブランズシリーズは、まあ、ミニチュアなんでしょうがないと思うんですけど、このドール系はね、顔が一個一個微妙に違うのでね、綺麗な子が出てくれると当たりかなって感じなんですけど。さあ4つ目。えい、お、嬉しい。かぶってない、全然。これはマーベルのブラックウィドウですね。素敵。ブラックパンサーもあるのか。前回もね、このマーベルのフィギュアシリーズから出てるんですけど、ブラックウィドウは初です。嬉しいな。さあ2カプセル目最後。えい、あは、出た。これは被ってます。ヨーダのバッグですね。ヨーダのバッグ。
これレアバージョンのゴールドがあるみたいなので、それが出ると嬉しいんだけどな。さあ3つ目です。もう半分ですね。よくよく考えたらこれ5サプライズなので、6個購入してるので30回開封してるんですけどね、それでもあっという間な気がします。さあ3つ目の1個目、えい、あー、これは前回と被ってますね。でもめっちゃ可愛い、アリスです。アリスの子供の頃のドールですね。可愛い。2個目、あ、こちらも前回と被ってますね。アイアンマンです。まあ前回も6個で、今これ3カプセル目だから、まあ、今全部で9カプセル開けたことになるんですよね、前回と合わせると。そうすると被りますよね。3つ目、来ました。おお、じゃじゃーん、なんと今回もレアが出てくれました。ゴールドのバズライトイヤーですね。すごい、全身金ピカの、もはや別のキャラクターに見えるんですけれども、レアバージョンのバズです。やったー！前回ね、出たレアとも被らず、嬉しいですね、これは。ゴールドです。今回のこのディズニーエディションにはレア系はこのゴールドバージョンしかないみたいなのでね、キラキラとかがないのがちょっと残念ですけれども、いや嬉しい。さあ4つ目、おっと、かぶりましたね、ラプンツェルです。さあ5つ目、えい、お、これはなんだ、おほ、じゃじゃーん、これ C3PO ですね。 C3PO はもともとゴールドだけどレアじゃないよね。そうですね、 C3PO は普通にノーマルな状態でゴールドです。これ勘違いしますね。まあでももともとゴールドですもんね。前回 R2D2 が出ているので揃いましたね。でラインナップです。さあ折り返し地点、4つ目のカプセルです。リベンジ会の割には好成績な気がしますよ。えい、わ、外れちゃったのでこれから行きます。行きます。えい、お、これはまたシェルフですね。これは今回シェルフが2種類しかないはずなので、これは前回出てる方のシェルフですね。組み立てたのがこちらになりますね。いいですね、棚が3つもあるといっぱい飾れるので嬉しいです。さあじゃあ2個目行きましょう。えい、お、新しい、嬉しい、超可愛いですね。これミニーちゃんの電話です。めっちゃ可愛い、ピンク色のミニー電話になっております。これこの写真とちょっと色違うんですけど、そういうものなのかな。可愛い。さあ3つ目、えい、あ、今回も出ました、ウッディですね。さあそして4つ目、えい、あー、これも前回出てるかな、スパイダーマンですね。やっぱりそろそろ被ってきちゃいますね。さあ次は、うん、めっちゃ硬い。さあ開きます。えい、あ、ラインナップか、こちらはじゃん、あ、スパイダーマンのマスクですね。これは初かな、スパイダーマンマスクです。さああと2個です。今回のラインナップだけ見ると、今回のカプセルではまだ1個も被ってないってことか、すごいですね。あ、嘘嘘、1個被ったんだ、ラプンツェルだけ被りましたね。前回のとね合わせるとちょいちょい被ってるんですが、今回のカプセル開封だけを見るとすごい優秀な気がします。さああと残り2カプセルですからね、あっという間です。1個目、お、新しい、嬉しい、ベルが出てくれました。プリンセスシリーズのベルになります。パッケージも素敵、嬉しいですね。さあこれ開いてる。いきます、じゃん、あ、かぶりました、アリス。さあ3つ目、えい、あ、これはこれ初めて見るんですけど、キャプテンマーベルっていうの、このキャラクター私知らなかったです。キャプテンマーベルっていうのがいるんだ、へえ。なんかスパイダーマンとキャプテンアメリカの間みたいな感じなんですけど、初めて知るキャラクターですね。さあ4つ目、おっと、これは、あ、フリーライターです。ラプンツェルカップルは2個ずつ揃いましたね。さあ5つ目、えい、おっと、スパイダーマンのマスクです。
さあ最後の1個になってしまいました。かぶらずにもう1個ぐらいレア出ないかな。さあ最後のカプセルでございます。いきます。おこれは前回レアバージョンで出たマックイーンのノーマルバージョンですね。やっぱりねマックイーンといえば赤色で、赤色のやつも絶対欲しかったので、これはノーマルでも嬉しい。ゴールドの時より模様とかが見やすくてまた別物な感じがしますね。いいな、嬉しい。よし、じゃあ続きまして2個目。これも嬉しいぞ。ダースベイダーですね。やっぱりねスターウォーズといえばダースベイダー出てくれないと始まりませんよね。嬉しい。さあ3つ目。お、硬い。硬かったので開けてきました。いきます。えい、これはこれも嬉しいですね。なんでここ濡れてるんだろう。あ、これはノリがついてるんですね。ノリが乾いちゃったんだ。これは初めての紙袋ですね。今までこのミニブランズシリーズ開けてきて一回も出たことなかったんですよ。これ初めての紙袋ですね。めっちゃ可愛いです。しかも今回紙袋のデザインもなんか3種類ぐらいあるみたいなので、これはその中のミニーちゃんですね。めっちゃ可愛い。普通にショッパーみたいなしっかりとした紙袋です。かわいい。さあじゃあ4つ目です。えい、おっと、これは馬かな。あ、馬ですね。馬かぶりました。さあ泣いても笑っても最後です。最後にレア来たりしないかな。いきます。じゃじゃーん、こちら今回は初めてなんですけど前回出ております。野獣さんですね。これね野獣さん3体目なんですよね。今回ねこれでベルと野獣さん揃ったのでよかったなと思います。はい、最終結果はこんな感じですね。リベンジ回の終わりには悪くない被り率だったと思います。レアも出ましたしね。よかったらチャンネル登録と評価の方よろしくお願いします。励みになります。それではまたお会いしましょう。 See you!